チーム情報です。新たな選手の入団が発表されました。中谷雄介選手、大阪府出身、大阪産業大学を卒業しています。第76回三重県総合バスケットボール選手権大会、第98回天皇杯、第89回皇后杯、全日本バスケットボール選手権大会と2022年度東海総合バスケットボールチャンピオンシップ三重県予選を兼ねたこの大会にダンポーレ三重が出場。6月下旬から4日間の日程で試合が行われ、ダンポーレ三重は第1シードで大会3日目となる8月27日から参戦。1試合目の対戦相手はスクラッチ。ダンポーレ三重の51番金本和馬です。チーム状況としては、怪我人が続出しており、ほとんどの選手が足首の怪我や、どこかしら怪我を負って、チームとして練習揃って練習することが少ない中、この今日を迎えました。初戦からしっかりと頑張っていきたいと思います。トーナメント方式で三重県内のチームが熱い戦いを繰り広げる中、見事勝ち上がり優勝することはできるのか。先に流れをつかんだのはスクラッチ。細かなミスやフォーメーションをうまく組むことができず、リードを奪うことができません。第2クォーターに入るとスクラッチの得点に追いつきます。そのままリードを許すことなく試合は進みます。オフェンスとディフェンスの強度をさらに高められるようチーム内で声をかけながらプレーを続け、99対74でダンポーレ三重が勝利しました。今日の皆さんの雰囲気いかがですか？雰囲気、いい感じだと思います。ダンポーレ三重の2試合目は準決勝、いすゞやと対戦。54対31で前半戦を終えたダンポーレ三重は第3クォーター、ハードなディフェンスで6失点に抑える好プレーを繰り広げます。そのまま勢いは止まらず、ダンポーレ三重が勝利し、決勝戦に進出しました。決勝戦は、鈴鹿市を拠点に活動する O5-2。出だしが悪いから、出だしから持っていかれない。この間さ、前半だけで結構持っていかれてるから、もう俺らがずっとリードするイメージでしっかりやっていくぞ。いいですか？はい、よし、ゴー。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。調子のよ、調子のよ。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。第1クォーターから第3クォーターまで激しいシーソーゲームが続きます。45対44で迎えた最終クォーター、ディフェンスリバウンドをしっかりと決め、
相手のペースを崩していきます。自分たちが気を抜いたらどっかでまた勢いあっち乗ってくるから、もうゲームさせないって意味でも次大事だよ。ここ一本取ったら多分折れるから気持ち。最後まで気を緩めることなくプレーし、相手との点差を広げていきます。73-56、ランポーレ三重が勝利しました。優勝したランポーレ三重は天皇杯の1次ラウンドと東海総合バスケットボールチャンピオンシップへの出場権を獲得しました。応援ありがとうございました。ランポーレ三重のヘッドコーチをしています山本誠也です。天皇杯1次ラウンドに向けて三重県優勝できたというのは非常に僕らとしても新しいチャンスだと思いますので、一生懸命三重県代表として、頑張りたいと思います。3試合振り返って、どうしても怪我人だったりとか、ちょっと今外国選手が帰っているというのもあるので、全員が全員揃ってないという状況と、いろいろ体調不良とかで、全く練習ができない状況でこの大会に伸ばしていただいたの でその中で選手たちは一生懸命頑張ってくれて、今回の結果につながっていると思うので、これはね、このいい試合だったと思いますし、いい結果が出たのかなと思いますので、今後も、続けていきたいなと思います。三重県代表として、次は第1次ラウンド勝って、次第2次ラウンドで、三重県の方で第2次ラウンドが行われるので、それに向けて次はその2次行けばプロチームとできるので、そこが自分たちの最終目標だと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、決勝戦振り返ってやっぱり出だしが少し重かったんですけど、後半から徐々にディフェンスから息を吹き返して最後逆転して点差を開けて勝つことができました。そうですね、やっぱり出だしっていうのがもうずっと地域リーグの最初から課題だったので、そこら辺練習で修正してまた地域リーグ頑張っていけたらなと思います。応援ありがとうございました。第98回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会1次ラウンド中日本大会は9月18日日曜日と19日月曜日に岸和田市総合体育館で行われます。ランポーレ三重の1試合目は9月18日日曜日午後2時から兵庫県代表の神戸医療未来大学と対戦します。あっちどっちそっち ABS